渡辺人氏は近代日本の建築家。作品のスタイルは歴史主義様式のほか、表現派、定観様式、初期モダニズムと多岐にわたっている。主要作品には、ハットリ時計店、東京定室博物館、第一生命館などがある。記念碑的な建築物を設計した。百八十七年二月十六日新潟県佐渡生まれ、東京育ち、 父は、渡辺渡る。1912年7月東京帝国大学校科、大学建築学科を卒業。卒業後、鉄道院に勤めた。1917年12月定身賞入賞。大臣官房経理局営善係勤務。1920年退職。1920年4月独立し、渡辺人志建築公務所開設。 1926年建築研究のために欧米を視察。1929年、渡辺人志建築公務所内に、渡辺久米の建築事務所開設。1943年三井土建総合研究所設立。1953年、渡辺久米の建築事務所開設。1967年、渡辺人志建築事務所に解消。 1973年9月5日死去。小田急南新宿ビル和光東京国立博物館、原国贈呈、徳川霊明会本部。ありがとうございます。